触れないそのへしゃげ、はじめ口がんは中華人民共和国新疆ウイグル自治区カシュガルチクタシクルマンタジク自治県と、パキスタンカシミール地方の国境付近に位置する中国側の出入国検査場。G314 国道はすぐ西側の軍ュラブ峠を越えて、パキスタン側のカラコルムハイウェイに接続している。名前は、峠から中国側に下った場所にある観光。 くれないそのへしゃげ、はじめ側にちなむ。1981年9月、中波両国政府はくれないそのへしゃげ、はじめ口眼の解放に合意。1982年8月27日、中波両国民に対しての国境通貨が解放され、1986年5月1日には、第三国の旅行者に対しても解放された。くれないそのへしゃげ、はじめ口がは、 季節解放の国境であり、毎年5月1日から12月30日が解放期間であり、それ以外は、両国政府の郵便関係者、貿易従事者、特別許可を有すもののみ通過が許可される。以前は、アライバルビザが取得できたが、2015年5月現在、現地での取得は不可能に近い。カシュがあるから、国際バスも出ているが、 運行状況は当日までわからないのが現状である。南アザブにある中日パキスタン大使館でビザ取得が可能であり、陸路のため旅行計画書が必要である。ありがとうございます。